ドラフトさあということで2020年、えー、ドラフト会議、えー、終了しましてですね各球団の、えー、ドラフト評価はですね、えー、今週のの土曜日からドラフト終わってて評価を、えー、動画に、えー、しいいきたいと,思います、えー、とりあえず今日はですね昨日ドラフトが、えー、終わりましたんで12球団各球団の1位だけを、えー、見ていきたいなと。 思いまあ速報という形なんでこの後ですね袴田さんと動画を撮ってですね土曜日から編集も含めたら多分土曜日からになると思うんで土曜日から12球団しっかり上げていくんでぜひ皆さん楽しみにしていてくださいというところでまずはですね今年のドラフト早稲田の早川君と近大の佐藤君がねどこまで人気がつかまるかというところでしたけども早川君佐藤君ともに4球団と。 まあ、早川選手は楽天ロッテ、えー、ヤクルトそして西武、えー、で佐藤選手は、えー、阪神巨人、えー、ソフトバンクオリックス、えー、この4球団、えー、が強豪になりましたけども早稲田の早川投手は見事、えー、楽天の石井和久 GM が ししっかり当てましてまですね交渉権獲得というところになりましたけども、まあ、順番でいけもね高須さん石井和久さんそして辻さん井口さんという形でね4人並んでましたけども2番目の石井和久さんが引き当てるというところで、まあ、辻監督井口監督はね両方ともう当たりがなかったっていうところですからねまあ強運が、えー、和久さんにあったのかなということで、まあ、楽天はね早川投手を、えー、1位指名することになりましたけどもまああの投手 いいうううとととこころろででまあ想定内かなっていうところですけどね左投手が特に先発はね、えー、ま塩見、辛島、あとは、えー、湯気っていうところがね投げてましたけども、えー、なかなかっていうところでね3枚目に入ってくるような形で左をっていうところで早川投手を取ったと思うんですけどもまあ、戦略的にもねそのくじ引き的にも素晴らしい結果になったのかなとまあ、あとね高津監督は、えー、2回目も、えー、法政の鈴木投手を言って井口監督と。 強豪にななって抽選になるんですけども、まあ、高須監督は昨年は、ね、奥側をしっかり当てたっていうね強風を持ってましたけども、えー、今回は2回とも一番最初にくじ引きを引いて、えー、当たりがある中で外してしまったというところでねここはまあ残念というところでしたけども、えー、まあロッテは、ね、早く外して、えー、鈴木投手法政大の左ピッチャーというところでねマックス152キロでしたか、えー、やっぱり左が、ね、いないというところとやっぱりロッテは、ね、パワーピッチャーが少ないというところでそういう急速のある投手をね、えー、必要として取っていったのかなと。でまあ、あの先発投手で えー、小島、えー、そしてチェンがいる中ですけれども、まあ、なかなかそこからね中村とかいますけど、まあ、どっちからというとね剛腕、えー、派じゃないんでその中で剛腕を取りたいというところで早く入って外して、まあ、鈴木投手というところでね、えーまあ、戦略的には、まあ、いいのかなというところもありますねソフトバンクはね、えー、佐藤選手を、えー、抽選で外して、えー、そして井上選手花咲徳丸から内野手というところで、まあ、昨年もね石川選手に行ってで今年も佐藤選手と、えー、やっぱりねその松田選手を含み めてね。その若手の内野陣が欲しいっていうところでね。この井上選手選択っていうのは、まあ,あの筋が通った昨年からもね。よく見えた戦略だったのかなと思いますそして西武はね。早川投手を外して次行ったのはねえ。桐蔭横浜大学の渡辺。 選手というところで、おかわり君二世になるかというところですけどね。まあ、サード、ファーストなどをね、守るというところですけども、まあ、体格もありますしね。一発狙って、まあ、当初はね、早川投手行って、外れた野手に行こうという選択肢でね。まあ、僕はそこは良かったのかなと、まあ、佐藤選手もね、一位っていうところの。えー、案もあったかもわかんないですけども、まあ、そういった面でおいてね。のこの渡辺選手をっていうところもあって、まあ,あ。佐藤選手よりも早川選手行ったのかなっていうところでね、まあ、戦略上そういう風に見えましたね。えー、そうですね、日本ハム、日本ハムはなんと一本釣りというところでね、ええ、 駒,井駒大大学の投手伊藤博海投手というところで日チー競合強豪するかなと思いますけどね、まあ、見事一本ずれしかも地元ですからねそういった意味でも、まあ、特にね日本はまは投手陣が苦しいというところでえ絶対的に欲しい、まあ、その中でね強豪、えー、を回避する中でまあに 日村らあるかなとは正直思いましたけど、見事一本釣りでね、地元の素晴らしいピッチャーを取っていくっていうところでね、まあ、戦略上もいい選手を取ったんじゃないのかなと思います。そしてオリックスはね、佐藤選手行って、抽選で外して、福良 JM もね、一番最初に引いたんで、当たりくじはあったけど外してしまったっていうね、で2番目の、ね、矢野さんが当てたっていうところで、工藤さんもね、原監督も当たりくじはなかったっていうね、ところになりましたけども、佐藤選手を外して、次ピッチャーのね、山下投手、福岡大大堀高校からのね、っていうところで、まあ野手行って、 もう無理だったらピッチャー行こうかっていうところでね、まあ、ピッチャーの、えーまあ、山本山岡田島と言いますけれどもそこで若いのを入れて一気にね投手を告にできるかっていうところがねっていう選択だったのかなと思いますねでそして、えー、セ・リーグはですね、まあ、巨人、えー、佐藤選手を外して、えー、そして2巡目にアジア大学の、えー、平内投手っていうところで、まあ、やっぱりね投手陣をしっかり整備していかなきゃいけないっていうところで、まあ、佐藤選手をいっといて、まあ、外したら投手というところだったんでしょうかね、まあ、そういった意味でも戦略上はねよく理解ね できる選択だったかなとで中日はねまあ想像通りの中京大中京の高橋投手、まあ、ここもね、えー、若干被るかなと思い、ま、23球団ひょっとしたらあるかなと思いましたけども見事一本釣りというところでね、えー、素晴らしい投手っていうところもありますし地元っていうところでねまあ、ここは、ね、見事な単独1指名だったんじゃないのかなと思いますねそして阪神はなんと佐藤君を、えー、しっかり矢野さんが当てて、えー、っていうところでまあ、本当に大型っていうところもありますしまあ 内野サードはね大山がいるんで、まあ、ライトのポジションになるのかなと、まあ、これをね、まあ、先日の報道で福留が、えー、実情の戦力外というところでね空、まあ、くという形なんでサンズ近本佐藤で、えー、外野陣行くのかなっていうねいうところが、まあ、考えられますけどひょ,っとしたら、ね、ひょっとしたら大山ファーストで佐藤。 サードっていうところもね考えられるかなっていうところもありますけども、まあ、得点力がねちょっとあの乏しいっていうところのタイガースにとったらこの佐藤君のドラフト1位っていうのは、ね、素晴らしい補強になるんじゃないかなと来年以降はね楽しみだなっていうところのね、えー、見事、矢野監督引き当てでグッとちょってところでしたね。でそして DNA は 明治大学入江投手というところで、まあ、やっぱり d n a と広島はやっぱり独自の戦略っていうかねまあ本当にあに競合しないもう絶対取っていくっていうところの一本釣りというところでね明治から入江投手そして広島はね栗林投手トヨタからっていうところでまあ広島はねクリあの一本釣り狙っていくんじゃないのかっていうところはありましたけど、えー、なんとトヨタの栗林投手を一本釣りというところでまあ投手陣ね苦しいですし、まあ、d n a もね投手陣っていうところでいうとやっぱりこの。 今永シューツっていうところもありますし東のねトミー・ジョンっていうところもありますからそういった面でもまあ投手力を厚しくしたいっていうところで明治のね異例投手即戦力とで広島もねか投手陣さえ立て直せればいつでも A クラスいけるっていうねチーム状況にあると思うんで、えー、そういった意味でも栗林投手っていうところでねこれはまあ理にかなった選択肢だったんじゃないのかなと思いますそしてヤクルトはね早川投手外して鈴木投手を外してそして慶応の木澤投手おいしめ指名っていうところであのやっぱり、ね ヤクルトはやっぱりあのピッチャーをどうにかしたいっていうところでね、まあ、最後のねピッチャーにこだわったドラフト戦略だったかなと思いますけども、まあ、どこもね理にかなった。 いい形の、ね、ドラフト戦力だったかなと思いますし、えーまあ、2位以降も含めてですね1位のもっと詳しい情報で2位以降も含めて土曜日から12球団しっかりチェックしていきます、えー、今回はですね、まあ、終わったばっかりというところで、まあ、速報という形でですね、まあ、とりあえず知ってるよという情報だったかも分かりませんけれども、えー、皆さんにお伝えしたいなというところで出していきました、えー、そして、えー、今年のドラフトの、まあ、一番の特徴はですね、まあ、やっぱりドラフト1位は 高校生がが少なななかったなったたていうようよ、ねえー、感じししましたねやはり、あのー、夏の甲子園も、えー、なかったですし、まあ、大会大会などはありましたけどもやっぱり高校生はなかなか、えー、どこまでの潜在能力あるかわからないと、えー、今の能力どこまでかっていうねその、あのー 練習会みたいなのはありましたけども、まあ、実戦の中でなかなか判断つきがたいしかもまあ取ったとしても来年すぐにまあ活躍するっていうよりもやっぱり体力強化をしていかないと今年1年間、ね、できてないっていうところを考えたらなかなか難しいっていうところですねえ全体でえ今年のドラフト12球団中高校生は3人というところでね、えー、ソードバンクの井上選手、えー、そしてオリックスの山下投手そして中日の高橋選手というこのね3名。 っていうところが、えー、高校生 あとの、えー、9チームは全部大学社会人というところで、えー、昨年はですねなんと12球団中7球団だから半分以上がドラフト1位がね高校生だったんですよね。まあ巨人は青森山田から堀田選手そして d n a 桐蔭学園から森選手で阪神は創始館高校から西選手でロッテは大船渡佐々木投手で中日が東邦の石川投手でオリックスが高南宮城投手そしてヤクルトが星稜の奥川投手と、えー、昨年は半分以上が高校生だ,しただったんですけどもやはり今年はね そういういコロナのやっっぱり影響もあって、えー、ドラフト1位は、えー、大学、えー、リーグ戦も行われている社会人都市対抗予選も行われているというところでやはり大学社会人の人が、まあ、1位を結構多めに、えー、選択したのかなってこれもねやっぱりちょっとコロナの影響かなと、えー、思いますけどもこの1位で見ればね、まあ、ロッテも早川投手来てほしかったなっていう思いはありますけどもこれはね運もありますしね運命もあるんでいろんな思いがある方も。 かかもわんないですけどプロ野球株式会社の仙台支店にね行ったっていうところで頑張ってもらいたいなと思いますしヤクルトでいうとね2回外して木澤投手過去ね外れ外れっていうところでねあの外して活躍した山田選手みたいにですね、えー、12球団ともにですね、えー、外れ外れで行った方が活躍したっていうところもあるんでねこの慶応の木沢投手っていうのも本当頑張ってもらいたいなと思いますし阪神の佐藤選手はね本当に松井秀喜 3のように大きく成長できるのかどうかっていうのはね非常に興味がある選手ではあります。ということで土曜日から始まる12球団、えー、ドラフトチェックぜひ期待してくださいということで佐々木智也からの「2020年ドラフト速報」今日月曜日の夜なんでこんなぐらいしか調べられなくてごめんなさいっていうね動画でした。た